はい、どうも皆さんこんにちは、あ、こんばんはでした。4月28日夜9時を回りました。リビートタイムのお時間です。アシスタントの姉です。ぬるっと姉お姉さんだ。姉お姉さんだよ。姉お姉さんお帰りなさい。ただいまみんな。そしてアシスタント、あれあれ、アシスタントの、お歌を歌ったり、はい、占いをしたりするジェニコお姉さんです。あれれあれれ、おかしいぞおかしいぞ。なんでかと言いますと、なんでこんなことになってるんだ。はい、あの証拠の、はい、音声を、はい、拾ってまいりました。はい、皆さんお聞きください。はい、なんかレコーディングの邪魔ですかって聞かれたので、邪魔かどうかで聞かれれば邪魔です。聞きました、聞きました。レコーディングの邪魔かと言われれば邪魔です、 はい、はい、というわけでですね、はい、私たちレコーディングの邪魔ということで、はい、追い出されまして。そうなんです、はい、収録してこいと、はい、お前ら二人でやってこいと、はい、収録をしてこいと、はい、レコーディングの邪魔だから、はい。すごい理由ですよね。ひどい理由ですよね。ガヤだから、はい、追い出されたと。そうなんですよ、はい、ちなみに今コデビルさんのレコーディング中なんですよ。そうです、はい、ひどいですよね。ひどいですね。収録って言われて、はい、あれなんか今日私競馬行ってきたんですよ。お疲れ様でございます。そう、競馬をね、今まで全然リフレッシュが、はい、ここまでね、はい、本当にパツパツの日程を送らせて。ですよね、はい、寝てます、大丈夫ですか。全然寝てないですでしょう。もうそこだけ心配してたんですよ。ありがとうございます。姉寝ろ、姉寝ろ。間違いない。間違いないんだよな。そうで、あ、リフレッシュだと思ったら、なんか収録あるって言うから、はい、あとなんか打ち合わせとかレコーディングとかもまだあるって言うから、はい、来たのに、はい、お邪魔とか言われて。そうなんです。確かに今はね、あのドラムの音とかいろいろやってますから、はいはい、歌わなくていいんですけども、はい、邪魔って言いましたよね、さっきね。ひどい、傷ついた。はい、というわけで、はい、メインパーソナリティ不在、はい、何気に初じゃないですか。初めてですね、これジャック会。ジャック会、はい、でも私は役得なのです。なぜならば、推しと二人でラジオができる。役得、これ以上の役得はない。今日はジェニコさんからすると邪魔者がいないっていう。そうなんです。はい、てなわけでですね、私たち2人のこの回どうなってしまうんでしょうか。どうなってしまうでしょう。それでは、はい、一旦、あ、提供が、あ、提供が忘れてたわ。じゃあお姉さんお願いしてもいいですか。はい、この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でも任せ、サンライズオートワンワン。地下鉄高等大根駅から徒歩2分、本庁キャストを中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックミュージックスクールの提供でお送りいたします。久しぶりですね、久々ですね、この合わせられるの。はい、はい、じゃあそれではね、まあ、ここで心置きなく、はい、はい、それでは一旦 CM です。系のココだわ。僕たちペットと同じように車も活人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわ。サンライズオート。はい、それでは、はい、
私結構ドキドキなんですけど。そう、今日二人でね、はい、はい、しかも今日は私が勝手に4月の30日についていろいろ喋っちゃおうかななんて、はい、そうなんです、はい、思っておりますゆえ、はい、姉様スペシャルなんですけど、あれ今日実は占いのコーナーがもしかして、ね、はい、先週、はい、先週のオンエア愛禅さんの誕生日、おめでとうございますだったんで、愛禅、はい、さんをちょっと占っちゃったら、はい、私疲れちゃったんですよ、力を使い果たしてしまった、使い果たしちゃったんですよ、はい、魔力にはあれですよね、エナジー期間が必要、ね、そうなんです、充電期間必要なので、はい、本日はなんと、はい、これもスペシャル企画です、はい、姉お姉さんの占いコーナー、はい、姉先生、はい、本日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。こちらのコーナーは私が勝手に適当に占いをさせていただく、はい、コーナーとなっております、はい、信じるも信じないもあなた次第。ひどい。たまには良くないですか、ね、まあ姉も別に占いできるし、そうです、そうです、占いぐらいできるし、そうです。では、それでは4つの動物さんから好きな動物を選んでね、はい、全部馬かな。見えてる。なんだっけ、カメさん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん、馬さん、さあどれ、五択ですね。私迷わず馬いきます。わかりました、はい、じゃああれカメさんでしたっけ、はい、カメさんです、はい、じゃあカメさんからいきますね、カメ、はい、さんを選んだそこのあなた、ごめんなさーい、ごめんなさい、来ました。頭の上からヘドロが降ってきます。うー、それはちょっとお風呂に入らないとですね。そんなあなたのラッキーアイテムは巻きぐそです。今100均で売ってますからね、巻きぐそ売ってます。生でもいいですか。大丈夫です、大丈夫です、くるくるしてください、カメさん、くるくるです。これ大丈夫なんですかね。おめえ、きっと大丈夫でしょう。ピー入れてください。はい、はい、続きましてあれゾウさんか、ゾウさんですね、はい、ゾウさんを選んだそこのあなた、はい、おめでとうございます。なんと小指をぶつけてもあなたの小指は大丈夫、耐えられます。すごい強靭な小指が持てるということですね。そんなあなたのラッキーアイテムは草屋です。草屋。今入手するの、そうです、ネットで頼めば来るのかな。そうです、ネットで草屋を頼んでもらうしかない。頑張ってネットで頼んでみてください。はい、炙ったらなおよしですね、はい、草屋。そしてじゃあ次、あれ 次, 次はうさぎさん、うさぎさん、はい、うさぎさんを選んだそこのあなた、はい、ちょっとバットかも。ちょっとバットかも。何がバットかっていうと、はい、なすことやることすべてに対してちょっとした不幸が取り付いてきます。あら、どうしましょう。そんなあなたのラッキーアイテムは、ラッキーアイテムは水中ドリアンです。水中ドリアン。これこそ入手が難しい。水中ドリアンとは、はい、ドリアンを口に含み、はい、手でに入水し、はい、上がった時にはどうなりますか。お口の中がドリアンでいっぱいになります。上がった時が地獄です。でも耐えたらあなたにはラッキーなことが起こるでしょう。そっか、お風呂の中で水中ドリアンをしましょう。そっか、そう考えるとそのドリアンが過ぎ去った後にはめちゃめちゃ幸せが訪れるような気がしてきた。そうです、はい。任せてください。はい、頑張って。はい、それではパンダさんを選んだそこのあなた、はい、おめでとうございます。おー、来た。おめでとうございます。2回目だぞ。あなたは目の周りが真っ黒になろうと、誰から殴られようと、パンダの姿になろうと、それでも強靭なメンタルを手に入れることでしょう。強靭なメンタル、素晴らしい。そんなあなたのラッキーアイテムはイカスミパスタです。黒いなだけにイカスミパスタ、はい、イカスミパスタを食べて大黒になりましょう。はい、大黒のあなたもきっと魅力的です。魅力的です、はい。
開き直るってことですね。そうです。はい、そして、そして 今週のスペシャルゲストのお馬さんを選んだそこのあなた、はい、おめでとうございます。やったー見えてたよこれ。あなたはギャンブルをしても、はいはい、何をしても、はい、ハッピーになれるでしょう。やったね。そんなあなたのラッキーアイテムは、はい、馬券です。馬券買います。はい、それでは皆様良い1週間をお過ごしください。なかなかいいですねこれ。ひってえな。まあ信じるも信じないもあなた次第、はい。こんなやりたい放題の占いコーナー初めてですよ。でもさっき邪魔者扱いされましたからね。そうですね、はい、まあこれちょっと答えていただくしかないですね。そうですね、リスナーの皆さんにも、はいはい、やったらぜひはい、報告お待ちしております。はい、ぜひ、ね、今週のね1週間ちゃんと、はい、これをやってくださったリスナーの皆さんからの反応が知りたいです。知りたいです、はい、特に姉今日のハッシュタグをつけてるそこのあなた、ちゃんとご報告待ってますよ。私も姉気をつけますからね、はい、ありがとうございます。私馬さん選んだんで、はい、馬券買ってみたいと思います。 ありがとうございます、はい、今週なんだろうな、なんだろうな、今週春の天皇賞ですね。マジか。はい、4月30日丸かぶりしました。あ、そっか、言ってたよね、そういえばね。言っちゃいました。言ってましたよね、はい、そして4月30日といえば、はい、私、ちかさんというね美人の名古屋シンガー、はいはい、とねユニットを組ませていただいておりますソルナというユニットと、ソルーナというユニットと、こげこさんと、はい、パンダちゃんをバックダンサーにお迎えをして、はい、私たちは B リーグハーフタイムショーに出演をさせていただきます。イエーイ。なんとですね今回、はい、3000人規模らしいんですよ。3000人。はい、3000人っていうと、どこをもう見ていいかわからない、うん、あれですよね、はい、マスケ。そうです。だから四方八方ってことですよね。そうです。もうアリーナなので、うん、私たちが、まあ、どこの位置からも皆さんが見えるっていう、はい、で振り付けはね今回神沢ありささんに、はいはい、担当をねいただいたので、はい、私のね仲良しの、はい、神沢ありささんに、はい、素敵なね本当にねかっこいい振りをいただいたんですよ。でそれをパンダちゃんとコゲコさんにかっこよくセクシーに踊っていただくような流れになります。で、今回ね2曲やらせていただくんですけれども、はい、1曲の、振り付けがコゲコさんにご担当いただいてます。で2曲目が、神沢ありささんに、はいはい、ご担当をいただいております。はい、どちらもなんていうんですかね、まあ、踊る側としてもどちらもこう違う感じの色なんですよね。はいはいはい。コゲコさんが作られた振り付けはやっぱり、まあ、ジャズ、ヒップホップっていう感じで、うん、どっちかっていうとこうパキッパキッとしたようなパキパキ、はいはい、かっこいい寄りな感じの振り付けなんですよね、はいはい、ダンサーさんは特に、はい、ただそのアリサさんの方の振り付けは、はい、セクシーで、セクシーで、はい、セクシーで女性らしいような女性らしい、はい、感じになってます。はいはい、でそちらも多分そのお二方にオーダーをさせていただいたときに、はい、どちらのこう色もうまく出るような感じの振り付けにしてくれっていう感じでオーダーをさせていただいて、うんうん、でそれが本当にうまくこうなんて具体化したというか、これはもう楽しみでしかないです。はい、でなおかつですね、はい、今回、新しい、ね、新曲をね私とちかさんのユニット、はい、ソルナで、はい、お持ちをねこの日のために制作をした、うう楽曲がこれ多分もう、あ、そうですね、もう公開後だと思うんです。28日ですからね、今日ね、はい、はい、公開後なので多分もう皆さんもね聞いてらっしゃるかと思うんですけれども、はい、めちゃくちゃかっこいい曲を、はい、いただきまして、はいはい、でその曲にね関することとかもちょっといろいろお話できたらななんて思ってます。はい、話してもいいですか。はい、どうぞ。はい、ジェニコさんもねソルナを押していただいてる、そうなんです、推しなんです、私推しなんです、はい、と思うんですけれども、私とちかさんの声の相性って、はい、自分で言うのもあれなんですけど本当にいいんですよ。いやマジでいいです、はい、本当に、はい、これ多分音楽やってる方とかだったら、はい、なおさらこう分かる
ところではあると思うんですけど、はい、ボーカルの2ボーカルって結構潰し合いになるんですよね。はい、で特に、はい、あの同性同士だと、はい、そうなんですよね、はい、そうなりますよね。潰し合いにこうなっちゃったりとか、その被るところがやっぱりあったりとかすると、はいはい、こうお互いの良さを潰し合っちゃうみたいなのが結構あったりとかするんですけど、うんうん、はい、あの私とちかさんの声質が本当に真逆なんですよね。はい、あのちかさんが本当にささやくような、はい、あの癒しのボイス、はい、で私があのどっちかというとアタック力があるような感じの歌声になってるので、はい、そこもこうなんか相反してるがゆえにこういい感じでお互いを生かせてるというか、はい、ちかちゃんのあの、はい、包み込むあの、あ、わかる、なんちゅうの空間系の声に、あのちゃん姉の、はい、あの芯のある、はい、キーンっていうところが、はい、うん、まいことマッチして、はい、あれ私なんか聞いたような、え、聞いてないですよまだ、え、そんな聞いてないです、聞いてないですけども、うん、そんな気がするんですよまあでもそうですね、声質的な話で言うと本当にそうで、はい、あのちかさんはもうスッという、なんか私のその音の、まあ、バランスってあるじゃないですか、はい、そのなんですか、倍音的な、はい、専門用語をちょっと使っちゃうのであれば、はい、倍音的な、はい、のそのリーチが違うところをお互いうまくこう、うん、補い合ってる素晴らしいツインボーカルですよこれは。本当に必聴でございます。ありがとうございます。結構まれだと思うんですよね、はい、このぶつかり合わずにお互いを生かし合えてるみたいな、はい、はい、ぶっちゃけ私聞きましたけども聞いたんですけど、はい、あのなんだろう、似てるところは似てるっていうか、はい、あ、お互い合わせてるところは合わせつつ、はい、はい、だからすごいね、あのバランスがすごい はい、いいなと思って、だけどどっちが歌ってるかっていうのはしっかりわかる、はい、これは本当にあの聞け、みんな、いいから聞け本当に、はい、っていうぐらいおすすめでございます、はい、あす、はい、あのユニゾンの部分とかが、はい、あのユニゾンってなんていうんですかね、喧嘩するんですよ。はい、します、します。ユニゾンは特に喧嘩するんですけど、うん、そのユニゾンのところが、はい、いいんですよね。いいんですよ、とにかく聞いて、こう厚みが出てるっていうか、うん、その上と下みたいな、うんうんうん、伝わります、伝わりますこれは聞いた人には伝わりますね、はい、多分もう、はい、まあ、このねラジオを聞いてくださってる方で、うん、まさか聞いてない方いらっしゃらない、いらっしゃらないと思いますよ、はい、まさかね、はい、いらっしゃらないと思うので、もしね、あの今あの FM の泉さんのこのラジオをつけて、はい、気になった方はぜひあのソルナというふうに検索を、はい、SOLLNA ですかね、はい、で検索をしていただいて、はい、であのちかライフチャンネルというね、はい、あのチャンネルがございますので、ちかさんの、YouTube、はい、でしょう、あ、そうです、はい、ライフチャンネルじゃねえや、ミュージックチャンネルの方や、そっちの方だ、そっちの方だ、ミュージックチャンネルの方に、はい、あの飛んでいただいて、はい、ぜひね聞いていただければと思います。はい、とにかくね調べてください、あの、はい、リツイートとかはね私も結構してるんで、はい、ありがとうございます、あの調べてください、ジェニコのリツイートからも探せますから、はい、ありがとうございます、はい、そうなんですよ、あ、え、もう時間が結構、私たち結構真面目に熱く語っちゃいましたね、ま、真面目に結構残りがもうちょいちょいなんですけど、じゃあちょっとあのジェニコさんから一個私お伺いしたいことがあって、はい、ソルナの歌声の一番の良さってどういったところになりますか。いや、もう安心感でしかないです安心して聞いてられて、はい、あのもう口ポカーンとして聞いてられる、はい、あのごめん語彙力なくて本当すいませんあのガチ勢なんで語彙力なくすんですけど、はい、本当にあの多分ピッチ修正とかもほとんどしてないんじゃないかなこの人たちはっていうような、はい、あの実力をお持ちです。ありがとうございます。ぶっちゃけ本当に絶対そうですよね。ほとんどしてないですよね。あの私たちは、うん、あの練習の動画 を結構お互い、はい、結構交換してるんですよ、はい、そのこれちょっと裏話的なところなんですけど、はい、この4月30日に挑むにあたって、はい、私たちオンライン上で実はあの2人で合わせる練習とかもしてまして、はい、踊りもあのダンスのところもそうですし、はいはい、あの歌うところもそうですし、はい、あのどっちもねオンラインで実はあの秘密裏にね、はい、2人で練習をしたりとかしてるんですけど、はい、そこの、まあ、歌のパートのところに関してはあの
全然ほぼほぼピッチ修正はないんじゃないかなっていうぐらいの感じでは頑張れてるんじゃないかななんて思いたいです。ですよね。しかもオンラインで、はい、あの合わせるのってなかなか、はい、あの息がね合うのが難しいと思うんですけど、はい、息ぴったりですからとにかく聞いて、ありがとうございます、はい、はやばいやばい時間が本当に時間がない本当に時間がない、はい、てなわけでジェリコさんあのソルナのいいところをね、はい、あのお伺いいたしました。ご協力なくてすいません。とんでもないです。本当にありがとうございます。じゃあやばいのでそれでは一旦 CM、はい、行っちゃいましょうか、はいはい、それでは一旦 CM です。サンライズオート看板系のココだわ。突然ですがお車にお乗りの皆さんにクイズだわん。定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえばそうエンジンオイルの交換だわん。定期的なオイル交換でお車を長く大事にサンライズオートがお手伝いするわん。はい、それではもう時間がないので、はいはい、提供の方を先にちょっとじゃあ私の方から読ませていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、この番組は新車購入に中古車購入車検から日々のメンテナンスまで車のことなら何でもお任せサンライズオート本物だそして地下鉄江東台公園駅から徒歩2分本庁教室を中心にレッスン受付中仙台の音楽教室ならロロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、はい、ありがとうございます。それでは告知等々ございますか。はい、5秒で済みます。はい、はい、コデビルさんただいま絶賛レコーディング中ですが5月の3日に仙台はスペースゼロさんの方でライブがあります。お時間は17時から30分ぐらいとなっておりますので来てね、はい、以上です。はい、わ何曲やるんですかうん、わからない、わからない、はい、30分の間でもしかしおしゃべりもたくさんするかもしれない。そうなの、はい、なるほど。いや、トークも聞けちゃうんですね。そうなんです。 あら、あら、行くしかないね、行くしかないね。はい、はい、みんなスペゼロに集まるんだ。はい、12月ぶりなんで。お、結構置いてますね。半年ぶりです。半年ぶり、はい、はそれは行かなきゃだ。はい、はい、ぜひね皆様遊びに行きましょう。行きましょう。はい、それでは私の告知です。4月の30日はい、はい、もしねこのラジオを聞いている方で名古屋とか、豊橋に行くご予定がある、はい、そこのあなた、あなた、はい、4月30日 B リーグハーフタイムショーにて、ソルナ with、パンちゃん、コケコさん、はい、4人でステージングを行わせていただきます。はい、はい、新曲も持っていきます。ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。はい、加えまして、8月のどこかの土日、どこかの土日、はい、ちょっとまだね日程出せてないんですけどおそらく後半かなって感じになってます。はい、開けておいてください。開けといてね。仙台です。仙台へレッツゴーなのだ、はい、そうですよ。もうその準備も入ってますから、はいはい、もう仙台のね方のやつも、ちょこちょこと、はい、実は並行で進めさせていただいておりますので、はいはい、ぜひね、8月夏の仙台また皆さんに遊びに来ていただければとですね、はい、思います。たくさんまた思い出作らせていただければと思っております。はい、豪華なゲストも呼ぶ予定でございますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、わ、もう時間が結構パチパチや、はい、はい、それでは最後いつもなんて言ってましたっけ。なんて言ってたっけな。それでは皆様良い週末をお過ごしください。だん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 だ、そんな感じ。じゃあちょっとやってみましょうか。はい、それでは皆様良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。
so hard. On the letter wall, have a gala show. We'll let them more, I tell them more, right?